ラジオネームうつぼさんからいただいておりますはぁ、いはあ、やってしまいました寝る前の歯磨きで二三度歯ブラシを動かしたとき気づいたんです主人の歯ブラシでしたえ 小デミサカちゃんの得意なモノマネ何やっちまったなぁお願いしますだったことないですけどねいやだやだそうねがやだうつぼさん絶対滑るじゃないですれ滑ってみろたまにはたまには滑らないといけなくなる机の下に隠れたくなるぐらい顔を真っ赤にしてみろ間違えて使ったことを主人に言うといいよいいよと言ってくれましたが私が良くないんですえ？ ちなみに二人は、誰の歯ブラシを使ってみたいですか <laughs> といただいてます<ー>。自分の歯ブラシでいいです。です歯ブラシは自分の歯ブラシでいいか、ね。いいですよね。嫌ですね。人のはね。ね、ちょっとね、イオナズンけだなさんから頂い,いております。こんにちは、いつって頂いてます。こんにちは、いつ。みな <laughs> さん、明日のマラソンでの石原良純さんとのお天気コントを応援してますよ。いや お天気ことです。いやと思いますよね。<laughs> はい。柴田さん、吉沢さん早いんですもんね。早いらしいです、ね。なんか三時間台とかのか<ー>ですもんね。よねお天気こと、お天気コントの後はゆっくりとバブのお湯に使ってくださいね。バブ在つチェストってじゃないですね。<laughs> よくわからないですね。なんだろうそれ。さて今日はですね、結果このメールがこの王という字でこれが結果一番多かったんじゃないかというのがあるんです。 でもタのつぼに回されましたけど「<laughs> おう」と言ったら「応仁の乱ですかね」と書いてみたものの僕は歴史が大の苦手でしててへぺペロどなたか池上彰さんばりに解説していただければ幸いですラジオネーム太田イさんから頂い,いておりました「ええの花乙女」「応仁の乱と「大化の会心」がごちゃごちゃになるのはなぜでしょうかなぜでしょうかねまあまあその辺は分かります。あの 大会の会社は四十五年大仁の乱は1467年ひとよむなし大仁の乱中三まではできたからね中三ピークだった楽しかったな中三の時勉強できて溶けちゃう溶けちゃうってもうね調子に乗っちゃったんだなあんな人生ばっかりさ調子ぶっこくと必ずドンと落とされるんだそういうもんですよねタッパンツバメさんですいやー今思い出しても大仁の乱の頃は良かったな 仕事に追われることもなく毎日寝て暮らしてましたからなって分かるか怖い怖いでええのえっていだい乗ってくださってねありがとうございますありがとうございますまあこんなの受けてピースケさんという方からですね「応仁の乱」について頂いております今週のお題「応仁の乱」といえばお題じゃないんですけど応仁の乱はですね京都出身の方がよく言う「先の戦い」のことですよね京都のは 幕末の戦乱、そして第二次世界大戦で小規模な被害を受けたことはありますが、町中が廃墟になるような大戦争は応仁の乱が最後なんです。<ー>それ以降だからそのまああの第二次世界大戦でも京都はそういう大事な文化財が残ってるから<ー>攻めなかったっていう話があるんですよ。やっぱりね、攻撃しなかったっていうまあ<事>攻めてくる側もそこは守ったっていう、ね。残ってて良かったですね。ね なので今でもよく年配の方は至って真面目に先の戦争というと第二次世界大戦ではなく応仁の乱を指すそうです<ー>ところでそんなことはどうでもいいですいいんだ私にとって先の戦いと言ったら昨年の4月に妻と繰り広げたお小遣い値上げ交渉ですま<ら>もなく新年度また戦いの時を迎えようとしています毎年毎年ダメダメダメの一点張りです まあ、えー、今年こそこちらの言い分にも素直に耳を傾け必要に応じて出すものは出してもらわんとガンプラも買えないですからね自分はオリーブのまな板を使っているくせに、はい、何枚も買ってるくせに、ねはい,はい,はい。本当お願いしますとまオリーブのまな板選手出てきましたねただオリーブのまな板使い勝手があるわけですよね分からない私にはうんガンプラはねうん はい,はい、いやーね交渉次第ですよね、うん、どういう何を引き出すかじゃないですかお互いうそうねでどれぐらい自分が賃金を上げたかですねそこはまずありきになっちゃうんじゃないですかね,すね、えー、はいはい難しいかな安倍のミクサイ作るんだろうねうちにね <laughs>、うんはあ、馬から生まれた馬野郎さんからいただいておりますお二方こんにちはというかこんばんはただいま時刻は午前2時です娘の夕泣きで目が覚めました 馬にの嫁は起こしても応答なし<む>馬にの嫁さんですかられません、えー、はあ夜が長いということで送っていただきました、えー、リクエスト曲「ビギンの馬んちゅの宝」というのを頂い,いてますけど四万冑ですはい、えー、そんな馬のこと b e g i 歌わないと思いますねお、えー、続きましてはエロエモンから頂い,いておりますタクピーりんりんこんにちはラジオネームエロエモンです 今日のテーマをと言えばで終わってるんです <laughs> 何かここで事件が起きたんでしょうかね <laughs> テーマをと言えばで内容が書かれてないんですね,ないですね何かある意味これちょっと事件の理由があるんですけど, <laughs> すけど、ね、大丈夫ですかね,ねええー。すごいフォーマットだけ送られてきてるええー、その他住所はしっかりと書いてあるんですけど <laughs> テーマが書いてないというですねはいなんかいろんなことでも来たんでしょうね <laughs> ええー、さてここでえー、先ほどあ先週初登場しましたあのー、下ネタギャルアンズさんから頂い,いてるんですけどあの遠距離で会ああ先週ね、えー、はいはいはいリンリンなんで普通のホテルに行かないんですかってありましたよねリストリスト料費が高いから三文字のところに行くんですと安いんですかうん安いと思うよ <laughs> 安いと思うよはい どれぐらい安いんですか。いや結構安いですね。ええ。泊まるのかうんうんうんそうですね。いやお知らないですよ。俺友達が言ってたから。ええ友達が。友達した。ええ。カが行ってたカズが。カズがそん人たから。カズ嘘つかないし。カ嘘つかない。カ嘘つかないから。カズは誰と行ったんですか。聞くなよ最高だ。ちょちょちょ。ちょちょちょそれだし。ちゃんと誰。私じゃ誰と行ったんですか。 僕よ僕いったから僕いったからなぁ僕もほんとえ僕全然ないですよほんと僕なんもないですよ俺ねこれ広げてね怪我するのか誰か分かってるから何も言わないですよこれに対して俺も自分に鉄壁の防御するからねそうだったごめんなさいねそうなんだ杏さんいろいろご存知なんですねでこの後またえげつない指紋で書いてますけど結構ですねえ女性がえげつない指ネタを書かれてですね まあの読めないことはないんですけど読めば読むほどですね何も生まれないということは <laughs>、ね「対応してる」っていうのでですね書いていただいたらああー一泊して帰りたいけど、うん、彼が次の日仕事なのでその日に帰るんだ、うんうん、だからそこ,そ,、ね、そこに行くんだ、うん、でもその途中がえげつないでしょなんかね、うん、こ,れよこれどうどう人としてどう読んで,読んで放送行動には触れないけど人として呼んでどうかな ちょとして、いくつなんですかね。20代前半だと思いますけどね。なんでわかるんですか?。はい。なんでわかるんですか?。雰囲気雰囲気。うん。あの下ネタ書いた後に、ハートの絵文字を使うっていうですね。<laughs> なんかすごいですよね。なんか。いや、そこでも分かってるわけじゃないけど。 こんな爽やかなハードルまあまあなんかそういうことにすごく貪欲な感じから二重大じゃない,か,い <laughs> かなっていうですねはい。葉っぱふみみさんからですね先週このコーナーで遠距離恋愛は旅費のほかに食事代買い物代に加えイチャイチャする場所代にもお金がかかるの話がありましたよねそこで三坂ナウンサーが普通のところじゃダメなんですかねと聞いてましたがそれを聞いていたうちの旦那かっこ夏目美久大好きが三坂、うん、ちゃんもまだまだお子ちゃまだな チェックインして2時間後にチェックアウトしたらフロントの人にはははこいつらあれだなと思われるかもしれないからフロントがいないところに行くんだろっていう風に言ってました美咲さんわかりましたか <laughs> なんか美咲さんに説教のコーナーになってますけどもねなんかね <laughs> だそうですよ<え>はい。もっとすることないですかいやなんかおお,お食事行ったりとかああなるほどねそういう施設に入ってね 施設に入って。はい、ね、全然そうそういうイチ,イチャイチャ施設って。ってイ,チイチャイチャ施設に入ってってことでしょあ、まあ,あそこもおまかに言うと普通のところですね。普通のところで、うん、まあ荷物置いて、宿泊行って。二十代前半どうかな？二 <laughs> 十代前半どうかな？本当ね。ああ、今度なんか皆さん行き急いでません？もうちょっとほら楽しむこといっぱいあるじゃないですか。<laughs> 一番楽しいのがそっちなんです。そ福岡まで行ってですよ。うん 福岡も何度かねはもう美味しくじゃない。<laughs> <laughs> もう見ましたと福岡は全部ね。美味しいものもいっぱいあるでしょうし、見たいものもいっぱいあるでしょうし。しかしこの新しい若者の登場で我々をザーつかせるっていうですね。<laughs> なかなかの人間が出てきましたね。まあまあ、まあ、でもね、それでこう愛が深まってるなら私はもう幹部会社ですからうすもうそれでいいです。はい。もう我慢上ってくれちゃうん <laughs> です。はい。我てください。<laughs> はい。はい はい、ってください、はい、あの後で u s t r e ー m 必ずチェックしますって言って,てるんでどうぞご覧ください、はい、こういうおじさんたちが対応しましたさあ乙女からまた来ましたここからですね女子あと2連発です乙女3連発ですね続きましてはよしこあたしよしこ乙女サークル純血マーガレットのキャプテン乙女よしこ火曜日の朝春の優しい日差し制服の胸のボタンを 歌いながら歩いていたの私の母校が平行になっちゃうこの母校で恋をして化学室で愛しい彼とビーカーでうまかっちゃんを作って2人で食べた <laughs> <laughs> ろくなことせんな <laughs> 淡い初恋しくしくさよなら私の青春さよなら人類ってっこれ玉の歌でしょ「木星 <laughs> についたぞついた」ちゃんの歌でしょで正門の前で泣いてたら泣いていたら ポニー,ゴーがやってきたの。あ<ー>初めて見たポニー号あたし乗っていた上園乙女に持っていたミルキーをそっと差し出してあげたわ届いてましたよあ上園乙女釣りラジのタイムライン拝見したわあなたも大変ねあたし応援するわ苦<笑>,笑いする上園乙女というわけで今日の相談よミルキーの請求書はどこに送ればいいのかしら <laughs> 消されちゃうんだな。これちょっとね、浅笑の方ですからね。浅笑の方でええ純潔乙女から来ますんで。高校にねお邪魔しまして並行したんですよね。三月二日でしたね。四校がはい。そうなんですよね。なんかね母校がどん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 なくなってみんな寂しい思いしてる中、よしこさんは平和でいいなと思いますね。でも感傷的になってらっしゃったみたいで。 思い出しのがカーかったんだろうなってちょっと思いましたね今ね高校の頃のうまかっちゃんのあの美味しさたるやですねいやいくつになってもうまかっちゃんは美味しいんですけどうまかっちゃんが旬はやっぱ高校生の頃がうまかっちゃんの旬ですうまかっちゃんの旬は高校生だと思う旬ですそうなんだけどうまかっちゃんの旬は高校生3年よあの3年が一番美味しい今も美味しいよ今も当然美味しいんだけどね

一緒に <laughs> <laughs> ですね。いやちょっと顔顔のでかさが近すぎる。<laughs> ね違いすぎるよね。違いすぎるね。バターでいやもうバターでいいですよ。バターで <laughs> 桜ちゃんの20メートルぐらい後ろで俺 <laughs> うまかっちゃんこ来ないとバタさんはな,な, <laughs> なですかね。うまかっちゃん惜しかったよな。有感、ね、マダムからいただいております。金のモジャ。はい。<laughs> また。 明日のですね鹿、鹿児島マラソンを前に。鹿児島マラソンを前に夕刊マダムの妄想が始まっております。止まらないですね。うん、列車に乗っちゃったんですね。うん、金持ちの。金持ちの妄想が、ね。妄想列車をね、えー、走らせたんですね。はいはいはい。終着駅なし。どこ行っちゃうんでしょうね。<laughs> 走り出したの。はい。皆さん、小西マダム。鹿児島マラソン2016 実況は私、ゆうかマダムでございます。<laughs> 実況もするんですね。金持ちなのに実況もするんだね、金持ち。結構どんよ、こ,れ、ね、これったものよくです,ね毎日毎日ますよね。えー、レースは終盤、最後の給水ポイントに、水ポイントに先頭ランナーがやってまいりました。私の筋書き通り。ああ、失礼いたしました。大方の予想に反して、竹雄ちゃんがトップでやってまいりました。春風より爽やかな重森竹雄ちゃん。 今給水ポイントでマダム特製ドリンクの入ったバカラのグラスを受け取りました <laughs> これ投げられないです、ね、<laughs> 投げられない怪我するよ、ね、投げたらね。このマダム特製ドリンクはマカスッポンマムシなどを後輩号でブレンドしております <laughs> 次にやってきたのはおなじみポニー号ですポニー号やってきました後輩の平山さんに運転させ自分は助手席にふんぞり返って <laughs> パンダクッキーを独り占めしているエイトクさんが見えます <laughs> ちゃんとさっき聞いてたんですね、うん、しかしこれはマラソン大会車の参加は当然失格となります当たり前ですね <laughs> まあただあの描写はしっかりしてますね後輩の平山さんに運転させ教室席で踏んどり返っているというのはどこかで見られたんでしょうね <laughs> これね。こい、えー、そんなことないですよ、うん、さあ続いてやってきたのは曹司からの宝弁ヌさん宝部町の貴族宝弁ヌですね颯爽、うん、とセグウェイに乗ってやってまいりました これはルール上問題はありま,せん、ね、んあります。問題あります,りす、ね。さらに今爆音とともにコース上空をプライベートジェット機が飛んでいきました。えー、おそらく鹿屋姉妹さんと思われますが、これは残念ながらギリギリ失格です。で、いや、堂々ど真ん中失格ですよ。おや皆さん、この音が聞こえますでしょうか。ペタペタ、ペタペタという音が近づいてきます。ペタペタややはりりそうです三坂さんがつっっけてままいりました <laughs> 給水ポイントのドリンクには目もくれず持っていた一升瓶を飲み干して「<laughs> やいきっと!」と雄たけびを上げておりますそれで恥じる私ってすごくないですかそのまま後輩の型を借りながら千鳥足でんにっていきました <laughs> 誰だろう後輩かわいそうね <laughs> あんなに練習したのにレース本番で先輩のお世話とは太りちゃんもさぞ無念でしょう <laughs> 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 そう、さこそ、じまん、ね、<laughs> って。しそう。人じゃん、テ敵だいふうで言ってんですから、もう勘弁してくださいよ。<laughs> いや、果たして、時間内に帰りつくことができるのでしょうか。<laughs> その他にも、続々とランナーの皆さんが駆け抜けていきます。初開催の鹿児島マラソンを楽しんでおられるようです。 お友達と走走走るるるる。皆皆皆さささん、ん、んご家族でで一人で走る財図皆さん <laughs> 悪意がある確かに明日財産一人だと思いますけどこの並びで一人で走る財津皆さんって放り込むと違う意味がね,ね違う意味がねそして最後のランナーが見えてきました野口拓夫さんですおお毎朝ジョギングを欠かさない野口さんレース中に痛めてしまったのでしょうか足を痛めたようです しかし最後まで諦めないその姿に沿道から温かい声援と拍手は送られますそれに手を振って答える野口さんレース前のインタビューでこのように答えていました順位よりも大切なものがあるんですそれは好感度です <laughs> この痛めている足はおそらく仮病でしょう今給水ポイントでラーメン丼ぶり1杯分のタルタルソースを飲み干しました給水ポイントで何を置いてんだい <laughs> ラーメン丼ぶり1杯分のタルタルソースって。 レースはいよいよ残りわずかとなりました、それでは一旦スタジオにお返ししたいと思います、あの人は無事帰りついているのでしょうか、スタジオの岩崎君、三坂さん、帰りついてるんですああね、ちだれで、ヤイキー <laughs> と言ってた三坂さんがですね、勇敢マダムからいただきました、もちろんフィクションでございますね。 WER= 世界エロ連盟のですねあの方から来られました。あたしは人ではない。き <laughs> たな。たくぴーに、うんにんこん。今日は素晴らしい日ですね。まさか土曜日に二十四節気の一つ、慶筆が重なるとは。慶<ー>とは、ね、穴から虫や動物たちが元気よく出てくる日とされていますね。はい、えー、こ,こから一行大幅活です 今週もミサカと書いてチョイエロ中堅と読みたい。下ネタ大好き。私はそうでちょっと増えてるじゃないですか。チョイエロ中堅。チョイエロ前はエロだったんですけどね。今チョイエロ中堅と読みたい。下ネタ大好き。<laughs> 私は人ではないです。テーマの王といえば応接室です。昔は応接室がある家がよくありましたね。十代の頃付き合っていた彼女の家にも応接室がありました。いいですその辺で。はい。えー、ここから二行カット。今週も。 下読みができないよように4時に時送信しましまたよ <laughs> <laughs> だからねほんとにいつも4時なんですよ。危な以上3時50分からこの4時の間でタコの壺のあれをするわけですよ、うん、いろいろどういう順番に読うかとかこっちでこうやってる中いつも聞けないんですよ前奏の時にですね。うん、ははんそういうことだったんですねこういうことだったんだまた来週も4時にメールしますからね「あっぺけケーといただいてます。注意が必要だな そしてこちらも4時あ3時58分に送ってきました下読みしてないです雄大君怖っダックピーリンリンこんちくビームカかお前はオスを見た人が応援団が団凶を持ち上げているのと間違うほど大きいとか言って雄大です <laughs> <laughs> 最低だようん馬波雄大ですでっかちゃんだよ <laughs> いいな 今回はユダヤの得意技第3弾です。第1弾ではお酢を使っての空中浮遊。第2弾ではお酢を使っての空中浮遊からの炊きコプター。そして第3弾は空中浮遊からの縄跳びです。さあ、それでは皆さん想像してください。うん。はい、まずは空中浮遊しましたね。そっから縄跳びします。12。3。今回は3回跳べました。<laughs> 次回は？ お酢を使ったハヤボサに挑戦したいと思います最後にリンリン雄大のここ晴れてますよタ <laughs> <laughs> クチャン滑りすぎて脱粉したんですね脱粉だオッペハイワーといただきましたやっぱりさ日本っていい国だよね <laughs> どういうことですか <laughs> どういうことですかこんなことを書いてる人がいるんだよ四、うん、時過ぎにさだからいい国なんですかいい国だと思うようん、平和だな以上タクオンと相撲でした